ミサイルのロケットエンジンに点火されてまだグリップは何とか握ってるんですけども次のかトで握っていた左手がですね滑ってしまってで海に落ちて死んだというですね昔のように思ってたんですねしかし改めてちゃんと画面をですねマごとに見てみるとミハルがですね死んじゃったのはミサイルの爆風で吹き飛ばされて 海に落ちたからではないっていうのが分かります。機動戦士ガンダム完全講座ということですね。1979年にテレビ放映された、まあ、あの、初代ガンダムですね。を1話ずつ徹底的に解説するという講座です。えー、今日はですね、第29話、大西洋人染めてのですね、もう第9回になります。えー、これまで最長になっちゃいましたね。1話あたりの解説としてはですね。で、前回までどんな話だったのかっていうと、 これはまあ前回までですね。ええー、まあ、あの、見張るがですね、ええー、ビームを避ける、あの、ガンペリーがですね、あの、敵のビームを避け、あの、撃ってくるのを避けながら揺れるの中でです。飛行機の中で、ええー、ようやく制御場を見つけてたどり着いてですね、回当たるように飛行機をっていうとですね、まあ、波の策が、主観策がどんどん迫ってきて、 で、敵が見えてきたということでですね、見張おもまあ嬉しくてですね、思わずですね、レバーを握りしめて叫んじゃうんですね。母、かい向こうから来てくれたよっていうですね、喜んで叫んでしまう。で、しかしその時にですね、レバーを3ついっぺんに握ってしまった。レバーを3ついっぺんに引っ張ってしまった。さあ、これが、あの、見張の悲劇だったという話をですね、前回までしました。で、今日はその続きです。 えっと、ミサイルが点火します。まあ、ミサイルの前から書いてますね。見張るここに立ってます。ミサイルのですね、ロケットエンジンに点火するんですけど、見張るはまだ左手で、制御卓のグリップを持ったまま、まだ踏ん張ってるんですね。で、次ですね、カット代わりです。カットが切り替わって、見張る側からのショットになります。ミサイルのロケットエンジンに点火されて、まだグリップは何とか握ってるんですけども、次のカットで、 こう握っていた左手がです、ね、こう滑ってしまって手がまあまあ滑るんですねでグリップを握ってた手が滑ってで海に落ちて死んだというですね僕もあの昔そういうふうに思ってたんですねしかし、えー、改めてちゃんと画面をですね駒ごとに見てみるとミハルがです、ね、死んじゃったのは、えー、ミサイルの爆風で吹き飛ばされて海に落ちたからではないっていうのが分かりますえっ、ー、とですね なんでかっていうと、この吹き飛ばされた後の見張るなんですけども、こっからですね、心臓の鼓動みたいな音が聞こえて、スローモーションになるんですね。で、えー、これ最初のカットです。これも本当に全体で1秒もないようなカットなんですけども、えー、目、あの、黒目のサイズをここ覚えておいてください。で、前からですね、衝撃波が来て後ろへ吹っ飛ばされます。で、その衝撃で髪の毛を止めていた髪留めが、 切れて、髪がバサッと乱れるんですね。まあ、こういう時にですね、ちょっちゃんと乱れる髪、髪留めが切れて乱れるというところを書いてあげようというのが作画の思いやりですね。で、3コマ目、顔が完全に見えなくなっている。四4コマ目、えー、顔がまた見えるようになる。髪の毛が持ち上がって見えるようになるんですけど、この時にですね、1コマ目と比べると、動向ですね、瞳のサイズが明らかに小さくなっているんですね。 一、えー、コマ目もう一回戻りましょう。一コマ目のですね、これ単に驚いて目を開いてる、見開いてるだけのカットですね。それに対してもう一回四コマ目ですね、えー。完全にですね、これはもう動向が開いてるんですよ。なので、多分ですね、これはあの、ロケット噴射の衝撃波の直撃でですね、おそらく三春の死因は内臓破裂なんですね。内臓破裂で即死なんですよ。 あの、富野さんもともとロケット開発の科学者になりたかったというほど、ミサイルロケットに詳しい人なのでですね、ロケット噴射の衝撃波っていうのは強いことを知ってるんですね。あの、アポロのサタン5型の打ち上げ、あとオネアミスの翼でもやったんですけども、ロケットの噴射口ってですね、下に水をプールみたいに張るんですね。 深さあの何メートルもですね、水を張ってプール状にしてですね、それでロケットの噴射炎を受け止めるんですけど、あれですね、熱対策じゃないんですよ。衝撃波対策なんですよ。それぐらい衝撃波って強いんですね。なので、そのミサイルが3発1度に点火したら、これ1発だけだったら大丈夫だったんでしょうけど、3発1度に点火することによる衝撃波で、あの、ミハルは吹き飛ばされて内臓破裂で即死したんじゃないのかっていうふうに僕は考えてます。まあ、あの、それを言いたかったから、ここで、 わざわざ目を見開いてるのと瞳孔が何だろうなもう死んだ目になっちゃってるっていうのを表したんでしょう。で、えー、結果ですねみはるはガンペリーから吹き飛ばされるわけですね、えー、ガンペリーから振り落とされて空中を漂ってでこのエフェクトと呼ばれるですね後ろの背景ですね このエフェクトと呼ばれる後ろの背景がダブラシで青空と海になってですね、水平線が見えている状態ですね。で、ようやく自由落下の状態になると。かなりあの枚数使った表現です。この吹き飛ばされて、この女の子の体が空中で、もうごく自然となんか力を失って落ちていくっていうのはですね、かなり枚数かけた作画になってますね。ところがですね、そのおかげで、 えー、見張るの全くのミスでですね、えー、ミサイルが三発同時に発射される。で、三発同時に発射されたから、ズゴックに直撃してですね、命中しなくてもよかったんですね。え、結果、ズゴックはですね、爆発してしまうんですね。あの、えっ、ー、とですね、誘導していないミサイルをですね、あの、ガンペリーの機種を、飛行機,の機種をですね、 あの水中にいるボビルスーツに向けて発射するって大雑把な方法ではです、ね、そもそもミサイルが命中するはずなんかないんですねところが3発同時にミサイルを発射したからです、ね、その3発同時に着弾し爆発したことによるやっぱり同じ衝撃波で図で獄、ね、を撃退できたわけですだから結果的にこれは美晴の,の大手柄でもあるんですねでカイ、えー、は喜びますその、えー、やった ミハルやっったぞっていう,ふうに喜んでるんででるまあまあ、まだ知らないからなんですけども、あの、海がなんでね、ここでこんな喜ぶのかって、敵を倒したっていうのもあるし、よくやったというのもあるんですけども、これでね、堂々とミハルをみんなに紹介できるって考えたからなんですね。あの、っていうのは、今のままだったらミハルはいつまでたってもスパイだし、 それをホワイトベースに時に、いや、ベルファーストにいて、知り合いだったから乗せたんだって無理あるじゃないですか。で、ミハルがこれまでやってきたことの罪っていうのもあるし、あとはその、なんであのジオンの飛行機が来て、そしてなんで俺たちの位置が分かったんだって言ったら、ミハルは疑われるに決まってるんですね。でも、敵のモビルスーツをやっつけた、その手柄を立てた女の子としてミハルを紹介できるんだったら、みんなにミハルを受け入れてもらえるんじゃないかな。 そういうことがあるから、会は嬉しいんですね。まあ、それでなんか全ての罪が帳消しになるとは彼も考えてないでしょうけども、でも、な、なんだろうな、これまでのようにですね、もうずっと隠れてるとかですね、ずっと隠すとか、あとスパイとしてみんなの前に突き出すっていうことよりずっとマシな未来が見えるじゃないですか。だからその会の喜びがですね、そすごいいじらしく切ないんですね。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。